はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もオラナツやっていきましょうか。で、今日なんですけど、最終日でございます。で、最終日なわけなんだけど、キャップがね、なんか古い新聞記事を出してきてくれたんですよ。これは果たして何なのか。ラルコちゃん？どういうこと？その壁画知ってる。女王に似てるなんて嬉しいけど、他人の空にってやつでしょ。オラに？オラニじゃなくてソラニ、どういうことやねん。どういうツッコミ？さてと、ごちそうさまでした。ああ、ごちそうさまでした。アッソーに来て1週間、野原家の面々がカスカベへ帰る日曜日がやってきた。ああ、やってきてしまった。早かったな。めっちゃ早かったんだけど。終わった。終わりましたね。ヨシコとの約束を果たすまでは帰らないぞと言い出したしんのすけ。でもさすがに一人で残るわけにはいきません。はいはいはい。じゃあいつものカメラで記念撮影よ。はい、チーズ。カレーじゃないのかよ。おっと、そろそろ列車の時間だ。その頃、秘密研究所の悪の博士はやる気満々。やる気満々って、あの恥ずかしいダンスを踊ろうとしていたのです。この横の人って誰？先週熊本駅で撮ったしんのすけたちの姿と、そしてまだ若かった頃の博士と母親の幸せな写真。あ、お母さんなんだ。ふわふわパウパウとわとわチリチリ、ラ行を抜いて心に浮かべて、タレルイラムマレシロンロデカゴヨラレやってこらい。めちゃくちゃじゃねえか。どういうダンスだよ。今度は何がやってくるのでしょう。博士の思念が空中にタイムマシンに飛び込んでいく。すべては一瞬の出来事である。行くぞ、エクションビーム。ビビ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 。うん？なんだこれは。あれ、ほら、しんちゃん何言ってんの。お前らこそ何言ってんだよ。寝ぼけているんじゃないのか。いや、お前らこそ寝ぼけてんじゃねえのか。いや、はははじゃねえよ。おかしいだろ。おい、このシーン見たぞ、どっかで。俺、どっかで見たぞ。あれ？あれ？この場所見たことある。知ってるぞ。しんのすけは再び先週月曜日のこの町に戻されてしまったのでした。どうしたんですか？どうやら、ああ、はいはいはい、終わらない7日間だからな。まだ戻ってきたか。ああ、来た。うん、なんかこれ見たことあるぞ、どっかで。こんにちは。ひろしさんも。ちょっと飛ばすか、これ。前見てよな。で、ここからがようやく本番って感じか。で、まあこのノリは聞きましたと。で、キャップの下りも聞きましたと。はい、聞きました聞きました。で、ヨヨコちゃんの下りも聞きましたと。ただなんか違うよね、やっぱり。最初から恐竜いるもんな。そう、この世界は先週の月曜とは少々異なる風景を持っていたのです。だよな。だから7日間って言いつつ7日間じゃないんだ。今度こそお前なんで覚えてんの。ブリブリーブリブリー。こうして始まった新しい1週間。
頑張れしんのすけ。やっぱ何回かやらないといけないんだ。よしこお姉さんとデートできるその日まで。さよならこんにちは終了。っていうことみたいです。お、7月31日に戻ってる。怖え。めちゃくちゃ怖いんだけど。どうなってんだこれ。あ、新聞社おっちゃんたちいないわ。そっか、今まだいないのか。会ってないことになってんのかこれ。やばいな、ループものって怖くね。やばいなこのゲーム。なかなか奥深いぞ。どうなってんだ。ちょっとどころか全然景色違うやん。これどうしたらいいんだろうね。まだ晩御飯まで時間。外で遊んできていいって言われたけどさ、行くところ博士のところか。とりあえず行ってみるか。もう、あ、はい、よしろ。これお金ってどうなってんだろう。お金どうなってんだ。恐竜で観光客が増えたけど、ああ、やっぱ話が若干違うね。ヒントだけでも見つけてくれるといいんだけど。チョコビ入りチョコビ、どういうこと。チョコビ入りチョコビ入りチョコビ、おかしいだろ。すごいゲームやな。何が変わったんだこれ。怖すぎじゃねえか。え、ガチで終わらねえじゃねえか。ひょんなことからアイデアを出すことに。さて、よし、新しい課題。僕のお店長だぞ。それは脱線しすぎです。なんかすごいゲームやな、思ってる以上に。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。水門とりあえずさ、突破しないといけないよな。で、これ1日目終わりでしょ、強制的に。で、実質火曜日から動けるってことか。これ実質火曜日からだよな。あ、出たー、この下りまた来た。で、この話でちょっと飛ばしましょうか。なるほどなるほど。あれ、この前と同じだぞ。そう、同じなんですよ。この前と同じで、あー、なんかこの階段の下りって初めてじゃない。何回かループしないとわからないってことか、真相がこれ。おー、こんな下り初めて聞いたんだけど。何周やらないといけないんだろうね。多分これ何周かやらないといけないのかな。お、来た、九州国の伝承の話。本を探さないといけないってことこれ。おー、お母さんか、懐かしい。彼はとってもわがままな。あれ、新キャラ。誰この人。友達の忠告は全く聞かない。一郎。食べ物はいつも誰だよ。なんか新キャラ増えてるぞ。ない森の奥まで運んで行って、そこで食べ。駅員のおじさん、この子たちのお父さん。なるほどね。背中におできができました。そうなんだ。へえ。とっても痛い。新キャラも出てくるんだ。こんな時、他の恐竜たちは。はいはいはい。え、じゃあさ、こっち側ってどうなってんだろう今。夜。あー、なるほどね。ここはやっぱり相変わらず行けないってことか。はいはいはい。なるほどね。目標。あ、これ引き継がれてるのか。前やったことは引き継がれてるってことみたい。あとね、マップもう変わってないですね。
ってことは今日は多分やることないから、多分これ寝た方がいいよな。そうだな、多分これ一旦寝ないといけないやつか。親切な友達ので一旦寝ましょうか。ループものやな。で明日からがまあ本番みたいな感じかこれ。で寝て絵日記を書くと、何なんだろうこれ。ララコがめっちゃ重要そうやな。記念写真撮った、また会いましょう。でなぜか4月31日もう一回始まるっていうね。スーパー新聞記者ってことで、新聞記者やっぱ目指さないといけないのか。はいはいはい。あー昔の思い出ね。うん、なるほど。ってことでちょっとこれはなかなか難しいゲームだなと思いました。まあ初見っていうのもあるけど、なかなか難しいよね。おー、終わった。終わりましたね。で、セーブすると。で、プレイ時間が3時間12分。いや、結構やってるよな、これ。何日ぐらいやらないといけないんだろう。今日から朝の体操に、一郎さんが加わ、今日から朝の体操に、私も参加します。よーく見ていてくださいね。私も参加？あ、ほんまや。素晴らしい今日が来た。昨日なんじゃこれ。次だみんなで体操。人多すぎだろ。どんどん新キャラ増えてくってことこれ。はいはいはい。で、恐竜も今2体だけど、多分3体4体で増えてくるんじゃないかな。なんか思ってたゲームと違うよね。オッケーオッケー、了解了解。ここに来て初めての朝ごはん。いやいやいや、初めてじゃないよ。夜中に夢でも見たんじゃないか。いやお前こそそうだよ。まあいいや。怖えなこのゲーム。ホラゲーじゃねえか。ああごちそうさん。で終わりました。おはよう。新しいイベント、サブローが現れた。おや、知らないお兄さんがやってきた。あれ、どんどん新キャラ増えてくな。僕の名前はサブロー。ヨヨちゃんの日の山食堂、いいとこだろ。いつも風が通ってるし、昼間ここで働いてんだ。おお、いいね。暇な時にこの店で本を読むのが好きなんだ。こういう食堂いいよな。なかなかの好青年のようですね。うれわ野原しんのすけ。バイト？恐竜が出てきたって聞いてみんなが心配になって帰ってきた。なるほどね。店を手伝った方がいいだろう。はいはいはい、なるほどね。あ、お疲れ。なんじゃこれ。ブリ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 。このサブローってのがめっちゃ重要そうやな。今度練習しとくよ。いやダメだろ、今日は暇なんだから一緒に散歩でもするか。 OK OK。 家によって荷物を置いてくるから、キレシマストアの前。わかりました。恐竜に踏まれないように。これ踏まれたらどうなんだろう。あー、こうやって物語進んでくんだ。あ、なんか悩んでるね。絵本のこと。スイカがいいと思う。スイカを覚えた。スイカ覚えた。畑に行けってことか。なるほどね。やること結構多いなこのゲーム。だんだん増えてきたな。いやガチで増えてきた。で、とりあえず行くか。どこから来た？なんかこれさ、前やらなかった。私はこの霧島。で、とりあえずここも前のところやな。
ちょっと飛ばしていこうか。で、サブローがやってくると。新キャラここに来てやってくるか。いや、奥深いね、このゲーム。で、次どこ行くの？あ、やっぱりこっち側なんだ。川べりの道。今まで行けなかったところか、これ。このまま行くと。あ！道、塞いでる。ブリブリー、ブリブリ。これ牛どうにかならない？なんで牛がこんないんの？で、新しいエリアに行けるってこと？おお、山の下牧場。山の上牧場もどこかにある。なるほど。上と下、地面と空、水と火のように二つで一組。ロープウェイ。はいはいはい。長えな、ストーリー。で、これでどうしたらいいんだ。一気になんかエリア広がった。今度上行ってみるか。すごいね。めっちゃ広がったな。おー、やってきた。新しいところ。到着到着と。ここね、なんか CM で見たことあるな。ロープウェイ。おー。はいはいはい。てか金必要ってことじゃないこれ。駅前ステーションと山頂ステーション。一つで、違う、二つで一組か。はいはいはい。鉄道の駅。そうか、鉄道もあるのか。あ、ここにも行けるようになってる。二周目では行けるようになってんだ。あ、一郎さん。ブリブリーブリブリーブリブリ関係なくない？二度あることは三度あるってどういうことだ？一郎です。二郎ですよ、お前そういうことか。三郎です。子供を驚かすために寸劇をするなんて、本当にひどい大人たち。そういうことかよ。最高です。最高なんかい。あ、ジローってそういうことだったんだ。ようやく物語繋がったわ。はぁ、あ。すごいよくできてるな、このゲーム。マジか。めっちゃ奥深いね。なんだこのゲーム。はいはいはい。なるほどね。おお、やってきた。なるほどね。そういうことだったんだ。すげえな、ほんと。これ捕まえることできない。なんか虫いるよね。あー、だからこれ無理なんか。多分みんな見えないよな。いや、のどかだね、ほんと。これは先に進むことはできないみたい。これ乗ることはできないのか、実際に。いつか乗ることができる。まだ乗ることできないんだ。いやー、やること結構あるな、このゲーム。なるほど、なるほど。ってことなので、ここ降りてみるか。よくできてるな、このゲーム、本当に。なんか一周目だと全然わからなかったことがあるんだけど、二周目になったら分かってくるね、やっぱり。で、ここはまた、新しいとこ？これなんだ？あ、これはまあ、置いてあるだけか。踏切の音が。なんか鳴ってるね。夜だったらいけるとか？そういったノリか？
どうなんだろう。まあ、とりあえず魚ちょっと釣るか。魚釣って、釣りまして、はいはいはい。で、ちょっと鳴るまで、鳴り終わるまで、ああ、来た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 。まだか？ずっと鳴ってるね。鳴らない時間帯なら OK ってこと？で、また新しい魚か。結構魚いるな。あ、まだ鳴ってんのか。こっち魚いないね。ここから先はまだ行けないってことか。一気にエリア広がりましたね。マジで一気に広がった。どうだ？いいね。さあ、釣り上げていく。で、赤目か。ああ、無理か。ずっと鳴ってんのか。じゃ、これダメなんだな。デフォルトでダメってことか。これは何？クヌギの大木。で、あそこは行くことができないから、これはまあ諦めるしかないか。諦めて、諦めまして、はいはいはい。なるほどね。まあ、とりあえず一旦撤退するか。で、あとは、なんか山菜みたいなのあるね。イエーイ！で、これをもらって、で、あ、ここってさっき行ったっけ？なんかでかい魚とかいる？これもしかして。あ、なんかいるね。独特な魚影のやつが。うなぎ？土壌？いや、この時期にうなぎはないか。土壌じゃね？多分土壌な気がする。あー、やっぱそれっぽいよね。イエーイ！で、ゲットして、アゲハチをゲットして、これゲットしてなんか意味あるのかな？だけど、たくさん。よくわかんないけど。で、こちらか。で、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ふんふんふん、なるほどね。で、こっちは？ああ、はいはいはい、こっちに繋がってるってことか。よくできてるなぁ。ってことは遺跡はだいぶ先なんだな、行くことできるの。だいぶ先みたいですね。はいはいはい。なるほどね。OK、捕まえていく。で、アゲハチョウと。で、階段か。で、行けるようになりましたと。で、あとは、スイカがなんちゃらかんちゃらって言ってたよね。てか、博士のところってこれ行かなくていいのかな？で、マサヤは、もう、いいか。ガンムシで OK で。ちょっと待てよ。これなんかさ、取れるよね。取れた。なんか取れましたね。で、これ行けるんかな？しんのすけは博士と同じ。あ、いけた。記憶はやっぱり引き継がれてるってことやな。で、雑草をゲットしていくと。で、水門は特に変わらずで、で、研究所どうなの？わかんねえな。多分今いないよな。ちょ、こっちが行ってみるか。あ、ちょっとお待ちを。これ多分まだね、捕まえてないやつ。あれ？捕まえてんのか？さっき光ってなかったっけ？お助け収穫。草食恐竜のお助け収穫。何これ？ふいふい。何これ？こんな便利機能あるの？すごくね、これ。恐竜めっちゃ重要じゃねえか。
おお。はいはいはい、めっちゃ手に入れたな。唐辛子水あげた、トマトに水あげた、人参水あげた。なんかスイカがなんちゃらかんちゃらって言ってなかった？スイカってどこなんだろう。駐車場？防火水槽。謎が多いな、このゲーム、ほんと。で、博士と。多分変わってないよな。うん、特に変わってないみたい。はいはいはい、なるほどね。うん、そういうことか。了解でござる。はぁはぁはぁ。なるほどね。ってことで、一旦戻りましょうか。で、こちらから迂回していきたい。で、あれなのかな？新聞社あるじゃないですか。多分ね、あっち進めないと、このメインのストーリーが進まないんじゃないかな。なんかニュアンス的にそんな感じがしましたね。さあ、ゲットしていくと。で、これで、ちょっと一回、行きましょうか。あ、なんかおるな。待てよ。ちょっと待てよ。なんかおるよな、あっちが。これ一応初見っていう扱いになってるのかな。ああ、これまた初見っていう話になってるのか。なるほど、なるほど。わかりました。よしよしよしよ。この下り何回もやってるからな。ああ、割と。で、次、新聞社行きましょうかね。さあ、これで OK と。で、ジャンプで、ん？何今の？え、初めて見た。仕事してるやん。仕事してるとこ初めて見たんだけど。あ、これいける？あ、いけた。OK。で、ちょっと日没が近づいてきた。あれ？車なんてあったっけ？なんか色々変わってるよな。で、お姉さんと。あれ？こんな下りあったっけ？どうしよう！こんな下りありましたっけ？なかったよね。背後から忍び寄る怪しい影。多分この下りなかったよね。やっぱ2周目になったから変わってるんだ。はい、黒髪よしこと。はいはいはい。まあ、このバイトしてるっていうのは知ってるんだよ。で、まあ、ここはちょっと飛ばしていきましょうか。はいはいはい。言いたいことは分かってる。で、デートってことでしょ？で、またまた写真撮ってきてくれっていう話があって、え、これ多分なかったよな。やっぱ2周目になったから変わってる。見て見て。これはれ、すごいぞ。大スクープ。290円。やば。誰も頑張って。やばすぎでしょ。ちょ待て、君何してる？新聞社。468人。新聞が大躍進。大活躍。大躍進よ。あ、1000だ。ってことは残り200か。はいはいはい。まあこっちの方も結構好調やな。なかなか好調ですよ。で、車これ誰のやつ？あ、調べることできないんだ。まあ、いい感じじゃないですかね。進捗具合は。まあ、悪くはないと思いますよ。ですので、ちょっと待って、この女の子の絵本のやつがようわかんない。あ、そっか、メニュー確認しないといけないんだ。いや、このゲーム結構やることあるな。うん。復
雑だわ。日が進まないとなんかいろいろ分かってこないんだ。ヨヨコおばちゃん、しんちゃん、ヨヨコおばちゃん毎回ちょっと笑っちゃうな。はいはいはい、ここをゲットしましたと。しんちゃん、え、アユとヤマメかと。これ必須なんかな。ちょ戻ろうか。戻って、新メニューがなんちゃらとか言ってたもんな。あの下りどこ行った。あ、新メニューの案件やな。チューブ飛びにニンニクを焦がしたのが入ってる。ありがとう。ニンニクか。ラーメン覚えた。ついにこの質問をしてしまったしんのすけ。お前やばいじゃねえか。でもやっぱり気になるよね。さてなぜでしょう。ララコには秘密がある。やばくねえか。ついにお前これはその秘密に突っ込んでしまったのか。最初は店の手伝いだった。確かにララコちゃんどこ行ってんだ。学校、え、けど年齢的には学校、ああだけど夏休みか。ああ、その5倍頭おかしいだろう。さすがにネタだろこれ。10の5倍50人前。おかしくない？すぐに壊れるって。なるほどね。ここで気になる お使いを一つ終えると、現在なかなかいいんじゃない。なるほどね。まあ、秘密ってほどではなかったな。はいはいはい。なるほどね。スクープゲットしましたね。いらっしゃい。いらっしゃいませ。あ、はいはいはい。なるほどね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どれでもいいわ。どれでもいいわ。はいはいはい。このゲームなかなか複雑やな。新メニューのラーメンか。で、この子たちは手を振ったら振り返してくれる。手を振るっていう動作ないよな。特に進捗はなしか。ああ、なるほどね。はいはいはい。ヒロに話しかけても特に何もなしか。多分今日やれることはこれで終わりかな。ですね。ああ、シロに連れて帰られると。お前、瞬間移動してんな、毎回。で、特大スクープゲットしたので、それを明日持っていくか。で、新しいエリアにも行くことできたから、まあ、結構いい感じじゃないかな、滑り出しとしては。ね。いや、それにしても長いな、これ。お似合いカップルなんだ？あなたとサブローさん。あ、そうな。カップルな。なし寄りのなし。お姉ちゃん、それってどういう意味？どういうことだよこれ。相手に気持ちは伝えたの？そういう感じだったん。キャップまで照れる。確かに謎すぎだな。あー、けどやっぱ2周目ってデフォルトなんだこれ。何周目までやるんだろう。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済んでいない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。